はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。ですね、今日はちょっとですね、お伝えしたいことがあって、ちょっと急遽車の中なんですけど、急遽ちょっと、動画を撮っております。それは何かと言いますと、最近、まあ、つい最近ですね、まあ、昨日と同意の段階で、ちょっと英語のね、あのギターのピックの動画をアップしたんですけど、まあですね、私の、その登録している、見てくれているユーザーのごくごく少ない、もう多分 1% ぐらいに相当するすっごい貴重なですね、まあとある女性のフォロワーからですね、ちょっとご連絡いただきまして、あのですね、突然どうしたのと、なんで英語になったのというふうに言われまして、まあやっぱり皆さんコメントを見てもわかるように、やっぱり日本の方がたくさん見てくださって、僕も日本人ですからね、日本語でやってたんですけど、ちょっと突然英語をやったので、何っていうことで、ちょっとね、で、ご連絡いただいたんですよ。で、確かに、ちょっとね、コンフューズするかなと思ったので、まぁ、ちょっとビデオ、説明しようと思って撮ってます。でですね、英語を撮ったにあたって、私は当然、まあ、ネイティブじゃない。日本生まれの日本人、日本育ちですからね。当然、日本語がネイティブで、英語は本当に、ここ、何年だろう。ぐらいの間で覚えたような、10年ぐらいで覚えたような言葉なので、当然、下手くそですし、発音もそんなね、綺麗じゃないし、当たり前聞きづらいってあるんですけど、まあ、じゃあなんでそれなのに思い切って、ああいうのを撮ったかと言いますと、ですね、自分の言葉で伝えたかったですね。これが一番の理由ですね。で、ここアメリカは、まあ、移民の国なんですね。皆さんご存知の通りね。ですので、いろんな国の方がいて、いろんな訛りがあって、例えばヨーロッパだったり、中東だったり、南米だったり、いろんな国の方がこちらに来られてて、やっぱり英語ネイティブじゃない方が英語でこう喋ってですね。なので、すごいいっぱいみんな訛ってるんですよ。イギリス訛り、ドイツ訛り、イタリア訛り、フランス訛り、中東の訛り、それから、エイジャンの訛り、日本語の訛り、いっぱいあるんですね。なので、まあそういう、いわゆるネイティブじゃない人の英語に対する受け皿がすごく大きいというのも、アメリカの一つの、特徴というかですね、そういうところはありますね。まあそれもあって、ちょっと、ネイティブじゃないんですけど、チャレンジしました。まあ理由はどうしても、日本、自分の言葉で伝えたかった、ということです。で、誰に伝えたかったのっていうところなんですけど、実はですね、とあるまあ仕事仲間の方からちょっと言われたんですけど、いや、まあ、この英語のね、アメリカ人の方から言われて、仕事仲間の、うちの息子がね、お前のビデオフォローしてんだよ、好きでって言われてですね、正直すごい嬉しかったんですね。で、まあ彼はギターを一生懸命今練習してるっていう中で、まあ、僕のビデオ見てくれてるって、言葉はごめんね、日本語で撮ってんだけどって、いやいや言葉はわからないけど、ギター弾いてるのとかそういうのはね見てるよ、すごいよね、いいよねとかって言ってくださって、でまあそれにちょっと簡単にですね、僕は影響を受けちゃって、ぜひその彼向けにちょっと何かやりたいなって勝手に思いまして、頼まれてないんですけど、そうやって言ってみてくれてる人がいるんだっていうのがやっぱり嬉しくって、でうん、それもあって、ちょっと英語で、まあ下手な発音にもかかわらずやりました。でね、まあやったところ、やっぱり、まあその、最初に出てきた、その日本人の女性の方からも、やっぱりどうしたのって言われるように、やっぱり皆さんも多分そう思われたかなと思うんですね。それで、まあこれがね、すごく英語が流暢であればまた話は別だったんですけど、あんなたどたどしい感じでしょ？で、だから僕ね、すごく悩んでるというか、迷ってます。日本語でやった方が当然簡単だし。で、日本語に英語を字幕を入れてもいいのかと思ったり、でもやっぱり、直接下手な英語でも伝えたいなっていう気持ちがあって、日本語と英語のバランスをどうしようかなと。で、まあ幸いというか、私のビデオを見てくださってる方っていうのは、割と年齢層が近いこともあって、みんな楽器にはもうね、慣れてる方、精通されてる方が多いんですね。なので、まあ、今更ながらギターテクニック云々っていうのは、まあちょっと失礼な感もあって、まあ実際、そういう感じの回っていうのは伸びないんですよね。あんまり興味持っていただけないというか、まあ多分皆さんには必要ない回かなと思ってます。で、そうなると、で、一方でですね、まあその、友人のね、
息子さんがフォローしてくださってるっていうのはやっぱ本当にギターの技術的な部分をやっぱ見てくださってるっていうことなので、であればそういうギター初心者っていう言い方はちょっと悪いですけど、そういうものに関しては英語でやって、で製品レビューとかそういうものは日本語でやろうかなというふうにちょっと考えてます。でこの辺も、まあ、まだね、私の勝手なあの考えというか思い込みもあるので、もしぜひですね、まあ、こうやってみんなよく見てくださっている皆さん本当に感謝してますのでありがとうございます。なのでぜひですね、これチャンネルを育てると思ってですね、私にご意見ください。日本語英語このバランスというか内容だったりとかですね、なんかいい方法ないかなと思ってます。はい、うん、なので皆さんのですね、ぜひこうしたらいいんじゃない、僕ならこうだなとかですね、まあ、見る側としてこういう方が見たいな楽しいなっていうのをですね、どんどんいただけると本当に助かります。なので皆さんのご意見よかったらどんどん書き込んでください。決してですね、そんな炎上するようなそういうやらしいことするつもり全くなく、言っていただけたらね、ありがとうございますということで受け止めますので、ぜひですね、まあ、ただネットに書くのであんまりそのえげつないのちょっとすごめんなさい、やめてください、僕泣いちゃいますよなのであんまり個人攻撃的なものはちょっとやめてください。だけどなるほどなぁと、うん、そうだよなっていう意味でのその愛情のある厳しいお言葉であればぜひぜひですね、ありがたく思いますので、ぜひ一緒にチャンネルを育ててください。よろしくお願いします。ということで今日はまあこういう声が、私も正直ね、どういう反応あるかなってやっぱり正直すごい気になってまして、そんな中でのとある方のお声だったので、まあ、皆さんも多分そう考えてる方いるんだろうなと思って撮った次第です。ぜひですね、一緒にチャンネルを育てていただけたらありがたく思います。今後ともよろしくお願いします。ヒロでした。